グラーアーツの市街歴史地区とエッケンベルク城はオーストリアの世界遺産の一つであり中央ヨーロッパの街並みの中で時代ごとに異なる様々な建築様式の流入と調和をよく保存していることが評価された文化遺産である。1999年にグラーアーツの歴史地区のみが登録されその価値を補強するものとして2010年に郊外のエッケンベルク城が 拡大登録された。グラーツ一帯の定住の痕跡は新石器時代にまで遡れるものではあるが、シュタヤーマルク州の州都にしてオストリア第2位の人口を要する現代のグラーツの歴史は10世紀に始まる。その頃、この地にはスラブ系の住民たちが移り住み、小高い丘の上に城塞を築いた。スラブ語で小さな城を意味するグラデツが、 グラーツの語源である。この丘は現在、シュロスベルクと呼ばれている。12世紀には、丘のふもとに市場が形成され、ついで教会、庁舎なども建てられた。14世紀には、ハプスブルク家の文家にあたるレオポルト家がグラーツを居住地とし、そこから15世紀に神聖ローマ皇帝となる、フリードリヒ三世が排出されたことで、グラーツは神聖ローマ帝国の首都となった。 この時期に王宮と大聖堂が築かれた。15世紀以降、オスマン帝国の侵略にさらされるようになると、シュロスベルクの砦の補強をはじめとして、都市の防衛機能が強化された。オスマン帝国の脅威は17世紀後半まで続いたが、その時期にあっても特に、オーストリア大公のカール2世の時代には、グラーアーツは文化的、芸術的な繁栄を享受した。 カール2世はオーストリア大公国における、知的拠点としてのグラーツ大学を創立したほか、大公宗教改革の姿勢を示し、イエズス会師たちに神学校などを設立させている。こうした繁栄は、カール2世の子で神聖ローマ皇帝の座についた、フェルディナント2世がウィーンへ遷としたことで陰りを見せたが、他方で、内務長官、ハンスウルリヒホン・エッケンベルクが、グラーツ郊外に、 エッケンベルク城を建設したのはフェルディナント2世の治世下のことであった。それ以降は交易の中心地として、あるいは近現代には、各種工業生産なども発達し、オーストリア第二の都市としての地位を保っている。その一方で、伝統的街並みの保存状態は、極めて良好であり、中央で最も完全な歴史的旧市街と言われることもある。アイコモスの韓国書で、 グラーツの象徴的記念建造物とされた時計等この物件は当初グラーツ旧市街のみを対象としており、その推薦書は1998年6月18日に提出された。世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は中世以来様々な建築様式が流入する中で、それらが調和して独特の都市景観を作り出したことに、 顕著な普遍的価値を認め、登録を勧告した。その勧告通りに、翌年の第23回世界遺産委員会で、正式登録が認められた。オーストリア当局は、世界遺産としての価値を補強するものとして、郊外にあるエッケンベルク城の拡大登録を目指し、2005年1月31日に推薦した。しかし、 アイコモスからは価値の強化につながるという証明が不十分である上に管理面にも不足があるとして登録延期を勧告され2006年の第30回世界遺産委員会では勧告通りに登録延期と決議された2008年1月14日に新たな推薦書が提出されたがこれに対するアイコモスの勧告は引き続き登録延期であった2009年の 第33回世界遺産委員会では、韓国よりも評価は上がったものの、情報紹介決議にとどまり、登録は見送られた。オーストリア当局は、問題点の改善に努め、2010年1月27日に3度目の推薦書を提出した。それに対してはアイコモスも登録を韓国し、その年の第34回世界遺産委員会で、 ようやく拡大登録を果たした。世界遺産としての当初の正式登録名は、シティオブグラーツ、ヒストリックセンター、ビルゲグラーツ、センターイーストリックであった。その日本語訳としては、などがあった。拡大登録後の正式名は、シティオブグラーツ、ヒストリックセンターアンドシュロス・エゲンバーグ、ビルゲグラーツ、センターイーストリック・イシャト・ディ・エゲンバーグであり、 その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。世界遺産に含まれるのは1999年に登録されたグラーツ市街の歴史地区と2010年に拡大されたエッケンベルク城である。グラーツ市街とエッケンベルク城を結ぶ一本堂などは干渉地帯に含まれている。城山から見下ろす市街グラーツ市街の世界遺産登録面積は71.970016。 ヘクタールである。北はシュロスベルク周辺、南は州立博物館ヨアネウムの少し、先まで、東は市民公園の手前まで、西はムール川対岸の一部地区までとなっている。その範囲内に450件の建造物群が残るが、グラーツの始まりとなったシュロスベルクの城塞はもはやない。ナポレオン戦争の結果成立したシェーンブルンの和訳によって、 城塞及び付随する城壁の撤去が決まったからである。現在のシュロスベルクは公園として整備されており、市民の単願によって破壊を免れた商島と時計塔だけが残る。時計塔は13世紀に建てられたものであり、16世紀に現在のような外観になった。旧市街の主要な建造物群を挙げておく。グラーツ市街から一直線につながるエッケンベルク城。 エッケンベルク城は、グラーツ市街の歴史地区からは、約3トル西方にあり、世界遺産登録面積は19.124012ヘクタールである。現存する、エッケンベルク城は、17世紀のエッケンベルク家当主で、帝国の内務長官を務めたハンスウルリヒフォン、エッケンベルクの時に建てられた。手がけたのは、イタリア人建築家のピエトロ・デ・ポミスで、ルネサンス様式から、 ゴシック様式への移行期、すなわちマニエリスム様式の城である。この上官は1625年から1635年に建てられた。18世紀にエッケンベルク系が断絶した後に城を手に入れたヘルバーシュタイン伯爵の時代にルネサンス様式だった庭園ともども、上官はロココ様式の改築が施された。この城は 宇宙的発想が投影されているとされ、4本の塔は4大元素を表す。また、窓の総数365は1年間の日数を、3回の連続する広間の数24は1日の時間を、その広間の窓の数52は1年の週の数を示す。なお、24の広間はバロック様式の装飾が施されている。同じ木澤橋には、 中国風や日本風の東洋趣味の部屋があり、日本の間の装飾画は、貴重な桃山文化記の大阪を描いた、屏部絵であることが確認されている。エッケンベルク城を訪れる観光客は、世界遺産登録直前時点で、年間30万人に上った。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。